ガジラジ。はい、ということで始まりました、ガジラのガジラジのお時間でございます。はい、ということでね、なんと新番組始まって2回目ということですかね。はい、よろしくお願いします。このね、ガジラジも1年続けられるように頑張っていきたいと思います。パーソナリティを務めますガジラの江藤です。よろしくお願いします。そしてガジラ寺崎です。よろしくお願いします。はい、で、さらに観覧のね、常連さんからついにミキサーを触り出したこちらの方です。はい、ヌフです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということでね、はい、この3人でなぜか不思議とね、新番組スタートということで、はい、ついに渡るくんが出世して、そうですね、ちょっとこっちを触らせてもらえるようにミキサーにね、はい、まあ最終的には裏方に回っていただくということで、徐々にどんどん裏に裏にフェードアウトしてきていただくことで、就職してんじゃないの、こちらですね。ありがたいです。もう台風 FM に来た、ね、FM 那覇に来たら渡るに会えるっていう、はい、そうですよ、皆さん来てくださいね。そうですね、毎日行ってほしいですけどね。はい、はい、ということで、さらになんと本当に観覧に来ていただいてる顔出し NG のこちらの方です。どうぞ。たけちゃんです。よろしくお願いします。はい、ということでね、誰なんだっていう話、ね。もう絶対そうなりますよ。たけちゃんですで通用するのって、僕の中でも本当にね、ビートたけしさんくらいの話ですよね。そうですね。まあ、そのビートたけしさんではないんでね、はい、なんとお友達の竹島さんの方が、だから前からこれ言ってますけれども、来れば誰でも出れる番組となっております。本当にあれなんですよ、はい、僕ら出るって言って拒んだ人誰もいないですからね。そうですね。こうやってもう 3,4 年やらせていただいてます。昔はね、結構アイドルとか来てたんですけども、最近来なくなりましたね。そうなんですよ、だから告知でもね、うん、全然使ってくださいって言ってるんですけどね。今日はあれですよね、たけちゃんはあれ告知で来てるんですよね。告知、何の告知あれですよね、たけちゃんは社会復帰の告知、社会復帰の告知で、まずじゃあ聞いてる人にたけちゃんが誰なのかっていうことを一回説明しないと。まあまあ、お友達でいいというか、まあ先輩ですね。まず年齢は先輩ですけど、はい、ね、じゃあもう分かりやすく言うと、はい、僕らの同期、利根川ホプキンスっていう、はい、コンビがいらっしゃるんですけどね、その岩田優斗くんの同居人です。まあ同居人っていうか、まあ母親っていうか父親っていうかね、まあね、暮らさせてね、まあまあまあ、そうそうそう、はい、全ての面倒をね、はい、上から下まで面倒を見ていただいてる方でございます。はい、あんまりやめてくださいね。はい、でもあれですよ、はい、本当に年上です。僕らより年上ってことはね、そうですね、もうとりあえずね、僕らが38ですから、それなりの年齢の方ですが、たけさんいくつになるんですか今年。42ちゃい。いや、チャイじゃないわ、42ちゃい、42ちゃい、なんと僕のお兄ちゃんと同い年って言ってて、全然食いつきないですけど、本当のお兄ちゃんと一緒じゃん。その関係なんですけど、やっぱこの年代はね、やっぱこうなのかなって思うんですけど、はい、まあドラクエが好きですよね。まあドラクエ3をね、昔小学校の頃流行りましたけれどもね、ちょうどやっぱうちの兄貴の年代ぐらいの人ってやっぱ、はい、あの R… え？ RPG？ プレイングロールプレイングゲーム RPG でしょ、うん、RPG、 RPG あれ好きですよね。うちの兄貴もすげえ好きだった気がしますもんね。だってもう好きすぎて、あのタケちゃんに関しては2週間会社を休むって暴挙に出ましたからね。いや、会社行ってください。一応16日間休んでる。そうそうそう、休んでる最中。それ、それあれですよ、たまたまそういう休みが被ったとかそういう話なんですか。いいえ、ちゃんと会社にいました。会社にドラクエしたいから休みなさいって。もうどこの会社か聞きますよ。そんないい会社あるんですか。そう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 、保険会社です。そう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 、もう本当に何に保険かけてるのか全然わかんないですけどね。いや、ほんま、いや、いい会社ですね、それで休みくれるってね。そうなんですよね。有給取ったってことですか。有給は2日間だけ。あ、あと本当に休んだってことですね。うん、まあ、ちょっといろいろあるんですけど、はい、7日間必ず休まなきゃいけないんですよ。あ、月にですか。年に1回。ああ、それは自由に取ってる、はい、うん、それを全部ドラクエに突っ込んでみた。
いや無駄な休みですね本当に。すごいですすごいですね。でちなみにファイナルファンタジーはしないんですかって言ったら、はい、ファイナルファンタジーの時は4週間は休み必要って言ってたから全然レベルが違うんですね。分かんないですやらないから僕も分かんないんですけど、たまたま僕昨日偶然なんですけど、ファイナルファンタジーを作られてる方、はい、とお会いしたんですけど、エニックスでしたっけ、会社、え、ドラクエと同じ会社なんですか？違います違います、一緒らしいですよ。あ、そうだ、あ、昔違い、ま、違いましたよね。今一緒、合併して一緒なんですって。で、その、今 CM でやってる、スマホのファイナルファンタジー作られてる方お会いしたんですけど、43でしたね。ちょうどたけちゃんの一個だから、この年代ってやっぱ RPG 好きなんだなっていう。あ、じゃあもう自分がやってきてるからさらに面白くできるんでしょうね、できるそこはね。だからそう、僕らの世代はちょっと非やらないですよね、周りもそんなにね。そうですね、まあでもゲーム好きな人はやるんじゃないですか。だからうちら兄貴がいる世代からしてみると、やっぱり兄貴に勝てなかったんで、あ、ゲームはね、戦っても、そうだから全然興味がなかったっていうの、まあ、うちもねありましたけれども、ファミコンからスーパーファミコンからいろいろな、ディスクシステムとかあったじゃないですか。そういうのも全部家にありましたけれども、お母さん盗んできたやつです、ね、お母さん盗んでないです、盗んでないですちゃんと買ってくれました当時1万8000円くらいしたんじゃないですかね正直言ってよいや墓場じゃねえからうちの母ちゃん墓からしか盗まないから盗んでんのかねやめろこれ本当に、トレジャーハンター聞いてる人分かんねえ、トレジャーハンターって墓嵐じゃねえうちの母ちゃんということでね、今日はこの4人でお送りしたいと思うんですけど、はい、なんと、はい、先週ちょっとお休みしてました松本団の方が、はい、復活したんですが、はい、なんと初ですよ、何ですか皆さん、はい、松本団 NG 出てますもうあのニュース自体も読むことを禁止されました一切ダメ、もうこのいただいた台本一言も読むなと上の方から松本さんがついに狂うっていう、まあ僕がちょっとじゃあ柔らかくなんとなくなんとなく説明しましょうか、何も触れたらダメですって本当に国際問題に発展しますね、まあそうで国際問題になりますね、だからもうこれはもう本当にね、一応それ横野武島さんに見せてもらって、もうこれはね本当にね絶対に読んじゃいけないっていうのが、これはもう本当にね初めてですよ FM 那覇さんから観光例が出しかも1ミリも読まないでください、こんな緩いラジオ局なのに1ミリも読むなっていうそれだけの暴挙に松本が出るということになりましてね、ちょっと頭がちょっと最近ね、多分なんだろうね、多分日射病だと思うんですよね日差しが強すぎて、日差しが脳に直接まあ年だからね、あの人もね、そうそう、しょうがないと思う、紫外線にやられたと思っていただければ来週からはちょっとちゃんと読める松本団が届くことを皆さん、でこの松本団プラスね、松本さんの最後のね、これがもう絶対に読めない内容ですもんね、もう全部ダメです、全部ダメです、これニュースすら読めないってまずないですからね、はい、いつもだったら最後の悪口、松本さんの主観はNG が出るんですけど、はい、全てがゼロっていう、いやもう何のためにマジなんでこの人はね、なんだと思ってるまあ一応松本さん聞いてくれてますね、来週どう出てくるかが楽しみですけれどもねということでね、はい、ただありがたいことに今日メールがね、たくさん来てるんで、お、はい、ありがたいです、先週あれだけ言いましたからね、はい、ご紹介したいと思います、うん、はい、じゃあこちら、こんにちは、松村香織推し浩太ですということで、お久しぶりですね、はい、新番組おめでとうございます。早速ですが簡単にお天気、今夜の天気は晴れ、ただもしかしたらところによりスコールもあるかもしれません、はい、ね、当たり前のこと言ってますね、うん、はい一応彼はね気候予報士を将来目指してますからね、はい、いやでも本当にね、沖縄でスコールなんてもう当たり前ですから、最近ね雨降らないですよね、全然ね、まあ、2,3 日前、昨日も降ってましたね、夜ね、ちょっとだけですよね、うんうん、いやもうちょっと降るイメージだったんですけど、全然最近降らないですよね、うん、雨沖縄は、毎日暑い日が続いています、熱中症予防止のためこまめに水分補給してくださいねということでね、では質問、年取ったなと思うエピソードをよろしくお願いします、ではチェケラということでね、ありがとうございます。まあちょうど年取った人がね、うん、3人ほどいますからね、そうですね、渡るまで28だから、でもやっぱあるでしょ、前と比べるとやっぱ違うなとか、やっぱり酒が残るなってちょっと最近思ってきました。あ、もっと残るよ今から、マジですか、逆に言ったら行き過ぎたら残んなくなってくるから、うん、通り越していっちゃう、二日酔いの向こう側って見れるから
それはちょっと見たくはない。3日酔いとか言うじゃん、たまに聞くじゃん、3日酔いとかね。あ、もうずっと胃がね、あれ本当なん、俺3日酔いないから、あれ、あの胃がずっとただれてる状態が 2,3 日続くのがある。だから度数の強いの飲んで、もう潰れて、次の日ね吐きまくって、次の日もさらにって、だからこまめに、ほらそういう時ってご飯食べたくないんだけど、まあ食べたくないですね、食べないから余計ダメなんだよね。食べたらなくなるの、食べてまた戻すとかの繰り返しなんだけど、一回胃に入れたらある程度吸収はしてくれるわけ。で胃がやばいっていうことね。胃がやばいのはやっぱ続くことあります。だから僕はそれを俗称してつわりって呼んでますけどね。つわりだよね、はい、女の人に失礼になります使えなくなりますから、そんなつわりきたって言ってますね。使えなくなりますね、はい、怒られますよここ、はいはい、ということで、まあ年取ったな。特にたけちゃんはやっぱりもうある程度年、ある程度年がね、なんでね、年取ったなって思う瞬間あります？膝まずきができない。膝まずきって言わないか。膝まずき土下座するってことですか？あの、なんていうか、かがめないっていうんですか、ね、ああ、うんこ座り的な。あ、できないできない。じゃあ膝が痛い。 M 字開脚もできないってことですか？できないっすなんでインディーに憧れてんだよ。インディーに憧れてねえよ。やる必要が、エロテロリストですよ、うん、エロ分かってる。インディーって言ってる時点で分かってる。あ、でも膝がね、やっぱねグルコサミンですよね。うわ、俺飲んだことないから分かんないですよ、やっぱ関節は多少、本当に僕もしょっちゅうパキパキになりますからね、関節はね。僕は本当に捻挫を良くするようになりましたね。しますね、とさんよく普通に歩いてて地面を噛めない時があるんですよ、足首が。あ、じゃあもう特に運動しないですからね。そうそう、足の裏がちゃんと地面を噛まないっていう年になりましたからね。歩行ができなくなったら、もうあの霊長類としてちょっともう劣化してっから。いや、もうあのね、もうすぐするとちょっとね、路上みたいなところ入らないとね、やばいですね、行けなくなるレベルですね。でも僕もそうですよ、でも何にもしないのにいきなり足が痛いとか、足首が痛いとか、もうそういうレベルですね。もうつ歩いた次の日とかも、もう全身筋肉痛とかになりますね、ちょっと歩いても。だからダメですね、本当そう。本当にね、いろいろ年取ったなって感じることしかないですよね、逆に言ったらね。あと言葉が出てこない、これはすごく。あ、もう会話してて、同年代と会話してたら、うん、あれなんだっけ、うん、っていうのがめっちゃあるから、自分の中で分かってるけど、そう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 、それが言葉として出てこない。そうそう、あれが全然出てこないんだよね。人の名前も出てこないしね、出てこないし、顔見て、ああ何なんさんだと思うけど、それが誰か、そうそうそう、言えないね。地名も出てこないし、そうそう、全然出てこない。もう衰えですよ、全てが。そうそうそう、回転が。昨日行った場所が出てこないからね。いや、それに関しては本当に衰えなのかな。でもあれらしいよ、一昨日の晩ご飯がなんか思い出せなかったらもう年らしいよ、すぐ。あ、昨日は分かるじゃん、何食ったか。その前の日、はい、何を食ったかパッて出てこないともうダメらしい。一昨日って何曜日？もうそれもう、もう実際だ。いや、もうそれらしいよ、だからそのレベルらしいですよ。そうそうそう、うん、あ、俺だからあのちょっと今日もやべえなって思ったのが、うん、君の名はを借りたわけ、はあはあ、今ね、はいはいはい、出たばっかりですよね。そうそうそう、借りて見て、うん、2泊3日だったわけ、うん、で日曜日、うん、いや月曜日、日曜日、もうそれも分かんないのか。もうすでにもう日曜日借りたんですよ。日曜日借りたんですね。夜に借りたんですか。そうで、うん、明日、うん、返却日だと思ってたんですよ。じゃあまず火曜日ですよ、基本的に。ですよ、日曜日借りたんですよ。2泊3日の、うん、自分の中のタイムサイクルがよくつかめてない、うん、自分の中で2泊3日がもう3泊4日になっちゃってるから、はい、時間感覚がもうおかしい。そうそう、本当に全然ありますよ、そういうのね。やばいですよね、うん、もう本当に年の話しだしたら永遠と尽きない。まあまあまあ、尽きないと思います。尽きないですよ、本当に。ずっと若者に言いたいですもん、うん、そうそうね、年の話はね。さっき天気の話もあります。さっき地震がありましたよね、そういえばね。らしいです、気づかなかったんですけど、もうそれもほら脳揺れてっから全然気づかないから。いや、もうそれはやばい。あれ結構揺れてたから気づく。全然全然気づいてないから、マジで。それは本当に関係ない。もうただやべえやつだ。そうなると。もう本当に普通のパンチドランカー症状だよね。大丈夫ですか。ずっと揺れてるということでね。あれ酒の飲みすぎでちょっとバカになってる。そうですね。多分それ記憶ってさ、あのさ、あの正月とか一日酒飲んだりするでしょ。だから記憶があんまり定かじゃないじゃん。その状態が続いてるっていうことじゃない。毎日飲んでる。ついに僕はあの飲みすぎてアルコールが海馬に回ってると思ってますから。そうなの。記憶を使う。こういうやつに限って元気なのよね。そうなんです。どこも健康なんだよね。体だけは健康。歯もたまんないですからね。そう、歯ももう全然綺麗だしね。あとね、脳みそとかなんか異常なければいいですけどね。本当ですね。もうただまあ健康、みんな元気が一番ですからね。ということでね、コウタも元気よく生きといてくださいということで、次のメールいきたいと思います。
夏木さんからですね、はい、ありがとうございます。32歳誕生日おめでとうということで、わたるくんハッピーバスデーというタイトルで来ていただいてます。来週ですね。はい、昨日は行けなかったけど近々お会いしに行くね。今日も夜な夜な聞くラジオ楽しみにしていますということで、ありがとうございます。で、さらにもう一つありますよ。人気出てきたねこの番組。いいですね、新番組になってね、メールが増えてますよということでね、これ出すのが大変なんですよ。よいしょ、はい来ました。はいはい、次のメールいきましょう。はい、ヒューマンですということで、ありがとうございます。こんにちは、1週間遅れですが新番組スタートおめでとうございます。ありがとうございます。先々週の放送でリスナーの皆さんに新番組のタイトルを募集的なことを言っていたので、自分なりに考えていたのですが、タイトルすでに決まっていますねということですいませんね、そうですね、ぐったぐらですよ、うん、本当にね、ちなみに自分が考えていたのはガジラーのヌフラジですということで、ね、あ、もうそれあったんですよ、案がね、それあったんですよ、ね、僕がずっと一番推してたやつですね、うん、ありがとうございます。事務所 NG ではそりゃそうですね、そりゃそうですよね、そうそう、あんまり言い過ぎると怒られるっていうことになるいや申し訳ないです。はい、で彼が参加してとても番組が聞きやすくなったとの評判ということで、今度の1年は彼に任せてガジラのお二人はアシスタントに回ってみてはと思いましたが、そういう会を作ろう、あえてね、まあそうですよね、そうそうそう、いやメインのさ日があって、俺らはまあゲストで的なもんできてるっていうね、逆に MC で回してもらう、うん、あ、できますか。僕6年芸歴やってますけど MC やったことないです。試し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 やっちゃいます。試せんのこのラジオしかねえんだから確かにそうでした、はい、リハビリラジオ、そうそう、リハビリラジオ、ちなみに、あ、違う、何はともあれ新しい番組スタートおめでとうございます。また新たな自分の人生を変えるような情報楽しみにしております。はい、追伸、今度暁に飲みに行った時はすぐに席にはつかず、物欲しそうな顔をして30分ほど突っ立って見ていようと思います。きっといつものさらに倍の濃さのザンクロ水割り濃いめとガジラの寺崎様のご子息様の頭ほどの大きさのグリーンピースのセットがタダでいただけるものと信じておりますということでね。まあ基本あれですね、このラジオは暁のお客さんに支えられてるようなラジオ、ね、メールもでありがたいですよ、すごくね、はい、これはね、なぜかっていうのは、うん、あの僕とか君が全くしない、はい、あの告知や、はい、あの皆さんに聞いてくださいって、はい、頭を下げるっていう声を、渡るがやたらとしてるんです、ね、俺も最近ちょっともうね、そのツイッター、フェイスブックとかさ、何をやっていいか分かんないから、はい、難しいですよね、うん、と思ってたけど、やっぱこれやらないとダメなんだね。そう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 、もう今の、ね、時代に乗り遅れてるんだね、はい、俺らはね、俺らはもう全然ダメよ、うん、もうだって俺らミクシーで終わったもん。そう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 、ちょっと前のだからさ、1日1回は難しいから、1週間に1回つぶやくようにしよう、俺らフェイスブックとかさ、1週間に1回よ、で今週のつぶやきを発表しよう、うん、なんてつぶやいたかとかじゃないとやらないと、もう人間、うん、そうですね、告知だけだと、うん、あのフォローしない、告知は、告知はやっちゃいますけれども、俺も今日来る前に、うん、あの今日のフェチっていうのやろうと思ったんだけど、あ、もうやってる人いるからだね。そうですね、これ聞いたことあります、うん、いいフェチができたんだけど、うん、何ですか、まあ、一応聞きますよ、うん、お鍋の女装っていういや、まあ、いいですね、もうねえ、ちょっと何段階も上に半身も閉まってるよ、そうそう、ね、360度回転した状態からだいぶアグレッシブな、そうそう、お鍋の女装に興奮するっていうそれを見てるそうそうそう、興奮もまたありますからね、そうそうそう、こっち側サイドの、そうそう、本来本来に戻っただけなんだけど、もう俺シェルも言おうか、はい、やらなきゃいいじゃん、もう一回回ったことに意味があるっていうね、これがね、はい、だからそう、ちょっと今日のフェチとしてはどうですか、これちょっと採用ですね、ありがとうございます、いけますね、どっかで来週、来週ちょっとつぶやいていただいて、えとうたんということで、かっこえとうたんね、はい、いいですね、ペッチ、まだまだメールツイートよろしくお願いします、はい、メールアドレス eto@fmnaha.jp eto@fmnaha.jp となっております。ここは変わらないんだね、いや、もういいんじゃないですか、もうさんの、まあまあ作り変えるのもね、ちょっとまあ面倒かもしれないんで、手間なんで、僕らに手間かけてる場合じゃないですから、そうですね、本当にラジオやらさせていただけるだけはありがたいですよ、たくさん面白い人たちがラジオやってるんで、うん、そこにみんなメール送って、まあたまにこっちにくれればね、そう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 、えとさん、あのツイキャス来てませんかね、ツイキャスがね、僕の手元にないんでね、あ、ほんですか、こちらの方でね、確認していただいてよろしいですか、はいはい、ちょっとマイク入らないですよ、マイクが離れ、マイクが入らないんですよっていうのは、マイクの近くで言ってもらっていいですか、マイクが入らないんですか、自分で僕のどうして、上に上げてください、つなげてください、使い方教えます、はいはい、でも本当にね、あ、はい、じゃあ、ツイキャスキーちゃんさん、はい、キーちゃん、こんにちは、ついにミキサーやり始めたんですねっていう、私のことですね、はい、キーちゃん、竹島さんっていう、はい、ね、
来てますね、あとミカさんですかね、うん、リアルタイムでは聞けてないですがポッドキャストで聞いています。ありがとうございます、はい、同じくミカさん来週こそメールを送りますと。ありがたいですね、まあ、本当にね、送ってこなかったらすげえ勢いで名前叫びましょうね嫌がらせないですよそれはもう、はい、あとこれ YouTube でもね配信されてますので、はい、いつでも見れるということで、ね、ぜひ見てください、はい、ということですね、はいはいはい、大丈夫ですか。何がですか。止まってないですか。動画が止まってないですか。お固まってます ね、 あね、パソコンいじったせいでね。いやでもここいじってるだけだからちょっと続けといてください。何かしらのトラブルが絶対起きないとダメなのこのラジオ毎回起きますからね。まあ俺の表情があそこで止まってるのはまあまあね、まだいいとしてね、はい、テラス席に向かって いないっていう状態で止まってますからね。すごいですね。いないとこでちゃんと止まるんですね、テラス席さんは。そう最終的に残んない人ですからねちょっとスタッフさん呼んできます、ね、これ YouTube に載らなくなります。このね、はい、いないっていう状態がやっぱ、はい、寺崎君がプロの素人って言われるゆえんですよね。普通逆ですからね。なんか面白顔で映ったりして止まってほしいんですけど芸人だったら。そう唯一映ってる人はね、はい、だったらもうタケちゃん座らしとけばよかったんじゃないかな本当ですね。タケシマさんあいつがあんなにうろちょろすんだったらそういない状態で固まるっていうのもあるんですねこれね。いや面白いです。すごい寺崎さんこそ一瞬回って面白いですよね本当に。あいつこそもうお鍋の女装と一緒の人です状態はね、芸人としての状態は一緒ですよ。はい、はい、はい、もうこのままこのまま行きましょう。あ、録画できてるんで、じゃあ後で配信を。単純にカメラトラブルということですね。はい、ということで、はい、本当にね、このトラブルがね、はい、延々と続いてくれればいいなと思いますからね。いやもうずっとトラブルのラジオですからね、これは。そろそろエンディングしろということなんですね。エンディングですね。はい、はい、ということでね、はい、本当にやってることがね、あいつこそ裏方の仕事しかしてないんですからね。あ、もうエンディングの曲流します。はい、流れてますか。はい、あ、どうな流れてるのか。あっち上げてます。あっちは。こっちは上がってますよ。はい。はいはい、来ました。 ありがとうございます。ちょっと不慣れなもので。いやいや全然みんな本当みんなも本当にねどうしようもないやつの集まりですよこのラジオはいやいや、ね、それを成長を見せたい、ね、負け組ラジオ。やめましょう。なんかそういうことを言うノリが生まれつつあるからで告知していきましょう。いっぱいあるでしょ今週は ね、 あるんですよ ね、 ね、そろそろエンディングのお時間となっておりますので告知の方させていただきます、ラフ&ピースツアー2017ということで沖縄県内をはじめ全国の中高生を対象にワークショップツアーを開催。8月12日土曜日嘉手納町中央公民館、8月26日土曜日浦添グスク児童センター。参加者募集していますので詳しくはホームページでとなっております。あと沖縄花月がリニューアルオープン。沖縄市泊港の泊まりんアネックスビル2階に場所を移して8月10日木曜日にリニューアルオープンします。詳しくはホームページでお願いします。はい、はい、こちらの方もね僕ら出させていただきます。ちょっと詳しく言いますね。こちらでですねこけらおことしこ公演をですね、19時から開演で始めさせていただきます、はい、こちらはガレッジさんも出て沖縄芸人が結構出ますので、はい、ぜひとも遊び来てくださいと。プラスこちらですね、我々も出ますしね。そうですね。ヌスさんは、ヌスさんは見学行けたらいいな。見学そうですね。わかりました。思っております。そうそうそう、はい、もうこけら落とされてる人なんです全然まってない始まってるんですよ。はい、頑張ります、はい、あとですね、今週のジャボ告知しますね。あと11日なんですけれども、はい、花月の方でですね吉本怪談ナイトと言いまして、はい、笑いなしの本当に怖い話をするというライブが行われます。こちら20時からとなっておりますのでチケット欲しい人は、こちら私のツイッターかフェイスブック何でもいいのでやってくださいということで、あと12日ですね、我々ガジラ、土日特別公演に出てますのでよかったら見に来てください、はい、あと13日ですね、私がですね、沖縄ツッコミ王決定戦というねやつに出ますのでぜひよかったら見に来てください。なぜ出てるのかわからないんですけどねツッコミなんですか。なんでよやっていうねこれタイトルなんですけど、いやもう今で下手くそじゃないですか。なんでよやを今で下手なんでよやをねなんでよやって使わないもんだっていやまずなんでよやお前が俺に突っ込んだことないぞ。いやなんでだよ今初めて突っ込んだよ。あなんでだよ本当に今からなのかな。本当に著しく成長のない人と一緒にやってるんでねお前がだから突っ込みじゃねえから、俺が突っ込みじゃねえから、お前が突っ込みじゃねえ。じゃあなんでお前そのライブ出てんだよ。だからなんでよやなんでよやずっと下手なのちょっとなんでよや言ってみてこれ言う、まあ、結構聞くけどお前使わないじゃんね。なんでよや
こんな感じなんですか。あ、もうナチュラルなんでよやね、うん、それね。あと最近ね、うちの相方がやたら一人でね、はい、ライブの方にね、出だしたんですけど、はい、基本的にこいつが出るライブの売りが、はいはい、笑いなしなんですよ。階段ライブ笑いなし、階段ないと、ね、笑いなしの音、あ、音楽ライブね、はいはい、この2つだけよ。笑い基本的に笑いなしのライブをやたらやるっていうのが , 笑いやめたんですか。階段はね、俺がまあちょっとやろうって聞きたいからっつってこうやるライブ、あとはもう呼ばれてるからみんな、はい、そうそう、笑いなしのライブ、ね、笑いなしのライブね。芸人やめろ。だからじゃあもうミュージシャンって、今なんでよやじゃん。なんでよやなんでよやお前絶対ツッコミを決定戦出んなよ。出るわ、辞退しろ、辞退。はい、ということでね、はい、今日は竹ちゃんも来てくれてありがとうございま す。この後一緒に暁行きたいと思いますのでね、お時間ある方はね、暁の方にも顔を出してください。ということで皆様、今日も最後までありがとうございました、はい、それではまた来週、ありがとうございました。